原が拠点のサッカーチーム飛鳥フットボールクラブを運営する新たな会社が設立されおととい今シーズンの活躍を誓うキックオフセレモニーが開かれました去年ボルベニール飛鳥からチーム名を変更した飛鳥フットボールクラブは関西サッカーリーグ一部に所属しサッカーで中南和地域を盛り上げようと活動を行っています おとといは飛鳥フットボールクラブの運営を行う新たな会社株式会社飛鳥 FC の設立を記念してキックオフセレモニーが開かれました代表取締役の中川重信さんは将来的には J リーグを目指して戦っていきますと挨拶しました昨シーズンは関西サッカーリーグ一部で2位に終わった飛鳥フットボールクラブ 今シーズンは見延直彦監督のもと悲願の優勝とアマチュアリーグ最高峰の JFL への参入を目指します関西サッカーリーグは来月8日に開幕し飛鳥フットボールクラブは来月9日に兵庫県の五色台運動公園で FC バサラ兵庫と対戦します